たくまキッチン。毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々美味しいプロの味をお届けします。今日はうどんおよべブラザーズのおよべ健太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡山市北区本町にある宿およべ、地元岡山の旬の魚や野菜を使ったお料理や刺身や天ぷら、一品料理など、もちろんおよべの定番おいしいうどんもありまして、大満足のお店となっていますよ。さあ今日のテーマはこちら、食卓に秋を取り込もう。はい、ね、赤飯の上にこれ栗が乗ってるだけでだいぶ秋らしく感じますよ ね、 ね、うどんでも秋らしいメニューってありますか？そうですね、今日はあの秋らしい食材がもちろん、はい、あの冷たいうどんと熱々のうどん の、はい、の中間の美味しいうどんを作っていきたいと思います。はい、今日この時期ならではですよね。はい、で今日作っていただくのがこちらです。なんじゃこりゃ絶品秋のステーキつけ麺です。贅沢ですね。めちゃくちゃ美味しそう。ね、やっぱお肉に目が行きますよね。いやいや、うどんに目が行きますよ。あ、うどんお肉にもね、もちろん、ね、はい、じゃまずステーキの下ごしらえからですね。はい、はいはい、こちらは中山牧場提供の天にの恵みを今日は使います。奄美の恵みロースステーキ用です。どうですか、お嫁さんから見て。美味しそうですよね、いつも。いつもね、いつも中山牧場さんから美味しいお肉を。いや、綺麗な赤身でサシも入ってますね。はい、はい、今日はね、贅沢にこの肉使っていきます。はい、じゃあ早速今日は、はい、まず袋にこれを入れていきます。はい、袋に入れる。はい、そしてこれにお水があるんですけど、はい、500cc、 これにいいですかね。はい、1対1でこう水とお湯で、水とお湯を1対1で、はい、うん、でこれにお肉を入れていきます。ほう、今日はここに注目、低温調理でジューシーにということなんですけど、はい、こうやって火を入れるんですね。じわじわと入っていくんで、はい、はい、じっくりじっくり火を入れていくことで美味しくなるんですね。はい、これどのくらい？これ5分程度やってもらったら。はい、はい、じゃあこの後ちょっと少し待ってみましょうかね。はい、じゃあ続いては、はい、はい、じゃあ今日お出汁を作っていきます。あ、はい、まずはじゃあまず具材のキノコ、はい、これエリンギですね。はい、エリンギを1本使います。これは薄切りに。これ薄切りで、はい。キノコ、秋らしい食材ですよね。そうですね、本当ね。はい、残りのしめじと舞茸はもう少しほぐしてます。はい、はい、あ、3種類のキノコね、今回たっぷり使うんですね、本当に。はい、じゃあ先に入れていきます。はい、じゃあつけ麺のだしですね。はい、じゃあこれがかつおだしの素から入れていきます。はい、大さじ1です。醤油は大さじ5。はい、みりんです。みりんは大さじ2。はい、で砂糖です。はい、大さじ1入りました。はい、じゃあもうこのまま、はい、キノコをどんといきます。あ、わかりました。なるほど。はい、もうこのまま。はい、もうこのままいきます。お出汁の中に入れちゃうわけですね。はい、おー、いや、こうやって見ると本当にキノコたっぷりですね。はい、食べ応えありますね。はい、あとこれがパッと沸騰してきたら火を止めて、はい、お出汁になります。沸騰してきたらもう火を止めて OK なんですか？沸騰したらもう火を止めて OK です。火を持ってね、結構すぐ熱を増し入れたら辛くなっていくんで、はい、キノコとかが、はい、分かりました。ということで、はい、じゃあ先ほどのお肉、はい、もう5分ぐらい経ちましたかね。経ったってことで、はい、お、なんか色がちょっと変わってませんか？少しね、少しちょっと白っぽくなりましたね。はい、これを焼いていきます。はい、これをオリーブオイルを敷いたフライパンですね。はい、はい、オリーブオイル敷いてます。はい、これ火の加減はどのくらい？これちょっとね、強火でいってます。あ、強火で。はい、どのくらい火を通すんでしょう？もう焦げ目がついたら、焦げ目がつくぐらいでいいと思います。はい、でちょっと薄めだったらもう片面だけしっかり焼いてもらって、片面はもうさっと火が通るぐらいに。はい、それでいいんですね。はい、わ、香ばしくなりそうですね。やっぱり低温調理である程度もう中まで熱が入ってるってことですか？入ってるんで、はい、
柔らかくて、はい、これで、はい、やったらこれじゃあ焼き目で旨味をつける、うん、旨味を抑え込むというか、なるほど、はい、焼き加減ってね結構難しいんですよね、家庭でする時、ね、だからこうやって先に低温調理しとけば失敗なくできますもんね、はい、はい、あ、もういい具合に焼き目がつきましたね、美味しそうだな、美味しそうだ、はい、この後食べられますからね皆さん最高、はい、わあ本当にこれ贅沢に1枚使うんですもんね今日は、うん、はい、もうまた音もいいしね、音もいいですね、はい、このぐらいで、はい、はい、あ、もう OK です、あっという間でした、ね、はい、あっという間です、いい油が出てますね、はい、うまみたっぷり、これを、はい、消していきます、はい、切り方のコツってありますか？切り方はね、ちょっとあの厚みによって違うと思うんですけど、はい、これはちょっと斜めに切ってます、あんまし分厚かったらゴワゴワするんで、はい、うどんと一緒に絡めて食べるときにちょっと薄めが、ちょっと薄めの方がいいと思います、はい、いやー、美味しそう、赤身も少し残ってる感じが、これがまたいいですね、ふっとこう包丁入ってきますね、はい、柔らかそう、盛り付けていきます、盛り付けていきます、はい、わ、そんなにたっぷりいっちゃいますか、ああ贅沢だ、贅沢ねえ、わ、たまりませんね、これやはり低温調理してるからこそこの綺麗な赤色が出るんですか、そうですね、わあ、いい、美味しそう、本当ね、なんかローストビーフの中みたいな色味になってますね、そうですね、あと白髪ネギと、はい、白髪ネギを、はい、たっぷり柚子胡椒を、はい、2アクセントになりますね、お願いします、はい、出来上がりました、絶品秋のステーキつけ麺です、いや、おいしい、すごい、またこのキノコのお出汁もいいですね、これね、いや、お待たせしました、お二人食べてみてください、初めて食べるんだけどこういうのこのステーキのつけ麺、いただきます、おいしい、うわ、これは大好き、お肉大好き、シンプルな感想でいただきます、最高、何このお肉の美味しさ、甘み、うん、でも分かるわ、うん、美味しい、ほんと、うん、シンプルなんだけど、うん、お肉のね、うまみがものすごく濃くて、うん、そしてね、うん、このキノコの出汁がよく出たこの漬け汁と合いますね、シンプルなのにもう本当にめちゃくちゃ美味しいです、うん、もうごちそうですこれ本当、それではね今日いや美味しいですよね、最高、それでは皆さん今日使ってね、はい、材料をご覧ください、はい、今日は中山牧場提供の牛肉ロースステーキ用を使いました、天にの恵みです、詳しいレシピは今時で検索してください、さあ、およべでは秋らしいメニュー、どんなおすすめメニューありますか、そうですね、もうちょっとしたらきのこのうどんとか始まってくるんで、はい、よろしくお願いします、皆さんもね、ぜひ行ってみてください、今日はありがとうございました、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 以上、ラクーマキッチンでした。